はい、皆さんこんばんは。時刻はちょうど、夜8時を回りました。今日はですね、もう早速ですがご紹介しましょう、スタジオには森達也監督、そして、統括プロデューサーの小林三四郎さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと緊張してます。はい、僕もです番組見てくださっている方はもうご存知だと思いますが、今、森さんが、新たな映画作りのためのクラウドファンディングを実施しています。関東大震災から100年、あの福田村事件の映画を作ると題して、関東大震災といえば朝鮮人の皆さんの虐殺行為というのがに対する虐殺行為というのがありましたよね。ところがそこから派生してさまざまな事件が起きていました。我々は東京に住んでいながらこの事件のことをしっかりと受け止めることができているでしょうか、そして知っているでしょうか。大切な現場を映画化されるということで、今皆さんからのクラファンで、制作費の一部を集めているということで、この YouTube の概要欄に、クラウドファンディングのサイトのリンクが貼ってあるので、ぜひ皆さんのそれを1回ですねタップしていただいたりとか、リンクを開けていただいて、なるほどと思いながらですね、ぜひご支援もお願いしたいと思っております。さあ、森さん、早速ですが、はい、今回の福田村事件の映画化、これはどういう思いで着手されたんですか？そもそもがこの事件知らなかったんですよね。でも20年ぐらい前に現場福田村、今は野田市ですけど、そこのお寺に慰霊碑が建立されたっていうちっちゃな新聞記事見つけて、で当時僕はテレビの仕事をしてました。だから、あ、これテレビの報道番組でなんか特集枠みたいなことでね、できるんじゃない、ちょっとそれで調べてみたら、あ、こんなことだったのかってびっくりして、テレビの特集枠でできるんじゃないかなと思ったんだけど、プロデューサーたちはみんなちょっとこれは無理だよ。でもずっとやっぱり忘れられずにいたので、数年前からその企画書というか企画メモですよね、簡単なものを作っていろいろ持ち歩いたんだけど、全然やっぱり映画会社もどこもダメで、でもそうですか、でもひょんなことから、新井さん、新井春彦さんとか、小林三四郎さん、井上純一さん、片島由紀さんっていうチームと出会って、よし一緒にやろうってことになったんですけど、三四郎さんは実を言うと、僕の私を分断を許さないも原発事故の訴訟を扱った映画で、なかなかこれもやるかやらないかというようなものも、いや、やりましょうと、二つ返事でやりましょうと言ってくださって映画化できたわけですけど、森さんのその企画を渦政でも、そして統括プロデューサーとしてやろうと思われたのはどういう理由からなんですか？森さんとは昔から知り合いで、僕のいとこに佐藤誠っていうのが、いたんですけども、映画監督で、で彼とも知り合いで、いつか触りたいなっていうふうに思って。いとこだったの？そう、何今さら言ってるの今明らかになる知り合い、あ、そうなんだ、今知ったいとこじゃあ俺てっきりずっと知ってるかと思って いとこと思わなかった、はい、で、ずっと森さんの作品を触りたくて、今回僕が統括プロデューサーというポジションにいますけども、森さんの映画を一番見たい人間というふうに位置づけて、どう考えても困難な道のりじゃないですか、こういうものは。大きなお金を出してくれる企業とかを見つけにくい。でもその中で、一般市民の方々から応援を募ったりとか、もう日本のから外に出て初めて海外からもお金を集めようみたいなことを、途上ですけども、それも森さんの映画を見たい。で、あとは誰しもが思うように、なんでこの近代の映画が日本で作られないんだろうという大きなクエスチョンが、これはずっとあったわけですよ。でこの間、配給した金子文子とパクヨル、なんでこれ金子文子とパクヨル行きましたね、公開初日の日に三四郎さん
や、あの真木弁護士から連絡があって、うん、右翼の凱旋があるかもしれないから、うん、できるだけ劇場の前で我々もプレッシャーをかけようと、人を集めてるんだって言って僕もカメラ持って行きましたけど、朝鮮人の方々が、虐殺行為にあったりとか、うん、朝鮮人の方々の当時の暮らしを描いたものを発信するというだけで、いわゆる言論弾圧の対象になっていくような、うん、今の日本の現状どういうことなんだと。いやなんか、うん、あのなんでこう韓国に反応しちゃうのかなっていうのが、うんうん、すごく不可思議ですね、内容とは別に、はい、そもそもあの映画だって舞台日本なんだから日本で作るべきですよね、うん、でも結局日本では作れなくて韓国でその映画を作るわけじゃないですか。だからね、負の歴史ってたくさんあると思うんですけど、目を背ける傾向がまあ昔からあったけど最近特に強くなってきてるんで、僕はね、あの歴史を学ぶ意味はやっぱり失敗を学ぶことだと思うんですよ、自分たちの失敗ね。でもそれをから目をそらして成功体験ばっかり記憶してたら、これ人間だったらもう鼻持ちにならない、すごい嫌なやつになるじゃないですか。過去の自分の失敗とか挫折とか失恋とか思い出したくないですよ、それはできればもうなかったことにしたいけど、でもそれを本当に忘れてしまったらもうなんかもう いけすかない人間になっちゃいますよね。国も同じですよ。だから自分たちの過ちをしっかり記憶しなければいけないのに、うんうん、過ちから目を背ける傾向がとても強くなって、それは教育もそうだし、まあ、映画もそうですね、あのメディア全般もそうだけど、映画は本来やっぱりそうしたものを掘り起こさなきゃいけないのに、この国では全然それができないってこともあってね。皆さんも、まあ、うっすらとはあの聞くことはあるかと思いますけれども、関東大震災ではデマが飛び交いましたと、朝鮮人が井戸に毒を投げ入れたんだなど、そうした、まあ、根も葉もない事実などをもとに、まあ、デマが回ってしまって、実際にこう自警団と称する、まあ、方々も、喋ってみろと、発音がおかしいじゃないかと、お前は朝鮮人かと、という形で、まあ、殺害してしまったり拘束してしまったりと、そういうことがありましたと。で、今回のこの福田村事件に関しては、まあ、そのデマが広がっていく過程で犠牲者が生まれた、うん、で加害者が生まれたという事件ですよね、うん、森さんから少しこの福田村事件というのがどういう事件だったのかというのを少し教えていただけますか。はいはい、9月5日ですね、だから震災からは4日過ぎてるのか、まあ、今の千葉県野田市にあった福田村と、まあ隣接する田中村っていうのもあってね、その2つのまあ自警団がまあ合同で、今堀さん言及されたように、まあ、その時はもう震災直後のパニック状態で、うん、同時にほとんどまあ新聞もまともにこう発売されていない、だからまあ流言飛語みたいなものがすごく飛び交ってて、で朝鮮人が井戸に毒を投げ入れてる、あるいはまあ日本人を襲撃している、婦女子をレイプしてるみたいなね、そういうことをまあ口づってだけでもないんでしょうけど、そうした形で関東一円に一気に広がって、でまあ自警団が立ち上がって、とか村を守らなきゃいけないということで、15人の行商団、言葉がおかしい、うん、こいつら朝鮮人じゃないのかと、で実は彼らは香川県から来た行商団、うん、だから方言があるから当然言葉のニュアンスは違うわけで、まあでも当時それが分かるわけないですよね。で結果的にはこいつらきっと朝鮮人だってことで襲撃されて、9人が15人中9人が殺害されました。でただこの事件ほとんど大事にならなかったというか、被害者側も声を上げなかったんですね。でその理由は、香川県の被差別部落の人たちで、まあ、だからやっぱり被差別部落の人たちは声を上げづらい、だから結局はだからまあ泣き寝入りって言葉がいいかどうかわからないけど、彼らも声を上げないままでこの事件はどんどん闇に、当然加害した側もそれを思い出したくもないでしょうし、うんうん、っていう事件ですね、ざっくり言っちゃえば。先ほどその、
史跡の一部をご覧になって、うん、資料があって、うん、でこれを企画にしようと思った時にテレビではなかなかっていうふうにこの当時のプロデューサー陣なり、うん、局側が、まあ、ある意味こう尻込みしたのは、うん、その朝鮮人の皆さんに対しての虐殺行為だけではなくて、うん、被差別部落の問題なども、うん、要は関わってくるテーマだから、うん、はい、余計に尻込みしていったということなのか、はいはい、実際にはどういう、いや、そうだと思います。実際にそう説明、僕に説明したプロデューサーもいましたしね。つまり難しいんですよ。日本人なのに殺されたっていうロジックにしてしまうと、じゃあ朝鮮人殺していいのっていうロジックになっちゃうわけですよね。だからそれはもちろん朝鮮人だろうが日本人だろうが殺しちゃいけないわけで、だからそのなんていうのかな、ロジックの張り方っていうのが、まあ、特にテレビの場合ニュースの特集枠だったら、まあせいぜい10分とか15分ですからね、そこでうまく説明できるできないんじゃないかみたいなことも言われたこともあるし、短すぎると、そうそうそう、うん、まああともちろんもう単純にいや朝鮮人虐殺とかそんなことはもうできないとかね、まあ部落なんていうのも言葉すら使っちゃいけないみたいな、そういう人もいますから、そこはまあ論外としても、考えてくれるプロデューサーでもやっぱりそこでこうこれは難しいと無理だという判断をされたと記憶してますね。三四郎さんはそのお話を聞かれた時には、これは映画にするべきだというふうに共感されたのは、さらに具体的にやっぱり僕らはやっぱり映画をやる時にそれなりにこう、いろいろなクレームであるとかそういうものがあって、実際には狼を探してっていう映画ではもう劇場が上映を取りやめたりとか、そういう問題が起きてくるんですけども、おそらくですね、僕は劇場が映画を取りやめてしまう、中止してしまう、うんうん、それはまあ劇場の判断なんだけども、そういうことで作られるべき映画が作られなくなってしまうという、うんうん、そっちの方がまずい、うんうんうん、だから僕らはチャレンジャーでいいんですよ、あくまでも持っていって劇場が取りやめたら、まあ一悶着はあるかもしれませんけども、それはまあまあ劇場も考え方あるでしょうから、ただそのもしかしたらクレームが来るかもしれない、大きな圧力が来るかもしれない、そういうことで物事の映画の企画を取りやめていくっていうこと自体が、そうですよね、おそらく人を腐らせていくっていうふうに思うんですね。成功失敗はさておいて、自分で自分の首絞めてる方ですしね、まあ来た時は来た時だみたいなっていうような構え方もあっていいんじゃないかなっていうふうには思っています。僕なんかやっぱりもう完全に森さんの A2 が世に出された時に、まあ、高校大学生で月刊作るとかを読みながら、あ、テレビの世界にはない本当の僕らが知りたかったものがあるんだっていうようなところでスタートしているので、何かそういうこう世論、社会の反論が来たら、それこそ言論で、チャンスじゃないですかってやっぱり思うんですよね、やったって、これで話せるって、でけんけんがくがくやればいいじゃないかと思うんですけど、ただこの朝鮮人虐殺、関東大震災、東京都の小池知事はこう異例に対しても非常に後ろ向きで、まあ、この数年間の、まあ、足元東京のこの状況を見ても非常にこう寂しい限りだなと思うんですよね。余計に伝えられなくなっているなとか、何をそんなに語るのを恐れてるんだろうかっていう思いもあるんですよ。だって今だって差別はあるし、朝鮮学校の皆さんに対しては例えばまあ国を挙げてやはりこう、制裁対象になっていたりとかで、被差別部落の問題だって、じゃあ本当に差別ないんですか、違いますよね、今もありますよね、みんな声上げてますよねって、そういうところからこうなぜ目を背けようとするのかっていうのは非常にこう、まあ、疑問だなとは思うんですね、うん、森さんはでもこの問題を描くときには森さんのやはり視点が終わりだと思うんですね、うんうん、どんなじゃあ描き方、どんな取材をされてらっしゃって、うんうん、まあ映画としては大きな枠組みとして考えているのは加害側を描きたいと思っています。で、得てしてね、まあ、こういった話を、映画化するとき、もしくはまあノベライズでもいいんだけれど、うんうん、被害側にウェイトを置きますよね、その方が感情移入しやすいし、でも
僕はこの話は加害側が大事だと思ってるんで、まあ自警団数百人襲撃の時にはいたんですけどね。で彼らはどんな人たちなのか、残虐で凶暴な人たちなのか、そうじゃないわけですよ。親を思い、子を思い、あるいは妻を思いっていった人たちが桑や隙を手にして何の罪もない人たちを襲撃する。でもそれって例えば今ウクライナとロシア、ウクライナのブチャで虐殺があった、じゃあその虐殺に加担したロシアの兵士たちはみんな凶暴で残忍なのか、多分彼らも国へ帰ればお母さんただいまとかね、子供抱きしめたりしてるわけです。あるいはじゃあナチスホロコースト、アウシュビッツのホロコースト、アウシュビッツの収容所にいた親衛隊 SS の人、ナチスの将校たちはみんな残忍なのか、彼らも普通の人たちです。世界中にいろんな虐殺とかあるけれど、でも加害側は邪悪で凶暴だからやったわけじゃない。ある条件設定が整っちゃうと人間ってそういうことしちゃう生き物なんですよね。僕たちはそれ知らなきゃいけない。でも特にこの国は今ね、自分たちがやっぱり自分たちが加害者だったってことを認めたくないんでしょうね。だからこそより目をそらそうとする。で自分たちはこんなひどい目に遭ったと、まあ、確かに戦争の時にも広島長崎に原爆落とされて、東京大空襲もあって沖縄であるほどのひどいことになってね、それも大事です。語り継がなければいけない。でも同時にじゃあ自分たちアジアに対して何やったのか、それもやっぱりしっかり記憶しなければいけない。そちらは全然抜けてしまっているってことはもう要するにいけすかないやつになっちゃうんですよ、そういうやつはね。確かにあの日本の国内にはその戦争の被害体験に関しての資料館や、まあ、戦争遺構というのは残っているけれども、うん、加害行為に対してしっかりとした、まあ、その施設として発信を続ける拠点というのがほぼないというかないですよね。うんうんうん、僕はあのドイツ、それこそあの訪ねてベルリンを訪ねた時にベルリンの中心街地から少し行ったところにあの秘密警察のゲシュタポの本部が残っていて、でもそのゲシュタポの本部は今何になっているかというと、1933っていう数字から始まる展示をした公共の博物館になってるんですよね。でそこに、ま、映像からアーカイブされたものを開放して、世界中から来た人たちが、まあ、なぜこの1933年に私たちはヒトラーを生んだのかっていうことについて検証する、そういう場所を首都に持ってるわけですね。で僕もう一つびっくりしたのは、カリフォルニアに行った時にマンザナ日系人強制収容所、そこはもう国立の博物館として、国立の公園として、なぜ私たちはレイシズム差別主義に走ってしまったのかっていう展示があって、日系人いや、まあ、日本にルーツを持つ人たちが収容されていた歴史を米国人たちが、まあ、ここで改めて見直すという、日本には国立の施設でそうしたなぜじゃあ強制労働させたのかとか、なかなか触れる場所がないですよね。認めようともしないというか、はいはいはい、これなんでなんですか。僕も一回ベルリン自由大学の学生たちとディスカッションした時に、ちょうど8月だったんですよ。だから当時、まあ、日本の首相が靖国に参拝するかどうかで、まあ、中国とちょっと揉めてるみたいな、そういうニュースもあったりして、学生たちから8月の15日ってのは日本にとっての、まあ、メモリアルデーなんですかって質問されたので、もうそうですよと、他にメモリアル、戦争のメモリアルデーいつですかって言われたから、そうだな、あとはまあ8月6日と9日広島長崎ですねって言った後に、じゃあドイツのみんなのメモリアルは何ですかって聞いたら、ちょっと日付正確に思い出せないけど1月30日と5月何日って言われたのかな。で全然何の日か分かんなくて、それ何の日ですかって聞いたら、一つはアウシュビッツ解放の日で、もう一つはヒトラーが組閣した日で、まあもちろんだから戦争が1月30日ですね、うん、でもちろん戦争が終わった時は全ヨーロッパがまあ祝いますけど、それはもちろんドイツも一緒に祝うけど、自分たちドイツにとって大事なのはこの2つですと言われて、うん、呆然としたんです。真逆なんですよ、うん、彼らはだから自分たちの加害、つまりアウシュビッツ、それを忘れない。で同時に僕らは8月15日、つまり戦争が終わった日を起点にしてるんですね、日本はね。
ドイツは始まった日を起点にしてるんですよ。ってことは彼らは戦後ずっと考えてるんです。なぜ自分たちはナチスを支持したのか、なぜあんな戦争が起きたのか、なぜユダヤ人に対してあれほど残虐な振る舞いをしたのかを考えざるを得ない。でも僕たちは8月15日起点にしてるから、いかにこんなひどい目に遭ったかで、いかにそれから復興するかみたいなね、まあ、そういった方に意識が逃げちゃうんでしょうね。で結果として、なぜあの戦争が起きたのか、僕たちはジャイジャイに対して何があったのか、そうした共感がすっぽり抜けてしまう。この違いはもうとてつもなく大きいとその時に感じて、今堀さんからの質問なぜはまたきっと僕は同じ答え方をするしかないけど、あのドイツだってそんなもの本当は忘れたいですよ。いつまで攻められるんだと。今だってそのプーチンはウクライナのナチ勢力をもう一掃するんだっていう、まあ、大義でやってるわけじゃない。でそれに対して西側はプーチンに対してお前こそヒトラーだって言い合ってるわけでしょ。ドイツからすればもうやめてくれってきっと言いたくなる人もいるはずですよね。でも決してそういうことは言わない。だってやっぱこれは記憶しなければいけない。人類にとってドイツだけじゃないんです、大事なことなんです。なんであんなことが起きたのかと、なんであんな政党を支持したのか、でこれは人類全般やっぱりこういう過ちを起こしやすいし、だからこそ記憶しなければいけないのに、日本はやっぱりまあそこは違うんでしょうね。あの見たくないものから目をそらす、まあ楽ですよその方が、忘れちゃえばね。でも忘れちゃいけないこともあると思う。あともう一つ、やはりその森さんの視点の中にはそのメディアのあり方というのは、うんうん、はいはい、今回の作品の中にも、うん、関わってくるのかな。もちろんもちろんっていうのはすごく僕は見たいシーンの一つというか、うん、はい、あの四ツ谷に消防、四ツ谷消防署のところにあの博物館、博物館がありますね、うん、あそこに実を言うと関東大震災の時のメディアの伝えていた新聞の一覧っていうのが展示されていて、あそこに、あ、そうなんだ、そうなんですよ、知らなかった、へー、はい、まあ、現物というか、まあ、それをまあパネルに引き出したものだったんですけど、まあ、そこにはあの実を言うとその朝鮮人虐殺に関わるあの言及があったので、はい、あ、公的な機関でこういうことをちゃんと貼ってあるのは当時僕が見た時はですね、大切な発信だなとは思ってたんですけど、でもやはり先ほどお話があったように、じゃあこういうことをしっかりとこう地上波テレビメディアのゴールデンタイムに時間を割いて議論ディスカッションを交えながら加害者も被害者も含めてっていう、そういうことをやれるかっていうとやらないわけじゃないですか。本当はやれるのに、さっき三四郎さんがおっしゃったように自由なくらいの。メディアの在り方っていうのは改めて森さん今問い直すとしたら何を訴えかけられるんですか。あのやっぱりメディアと教育っていうのはある意味でやっぱり、まあ、そこにいる人たちの内面を作る上では一番大事な要素ですし、まあそうですね、メディアの問題点、やらない理由も分かるんですよ。だって絶対視聴率振るわないですから、うん、そういう番組や民放だったらね。でもじゃあなんで NHK やんないんだっていうと、多分 NHK の場合抗議が来るからやらないんでしょうけど、でもまあ、だから視聴率が振るわないからという理由は、これはある意味でだって企業ですからね。フジテレビも TBS も朝日新聞も産経新聞も、共同通信もみんなある意味でこう営利企業ですから、利益が見込めなければそれやらないのは当たり前のことで、でも僕はやっぱりメディア、つまり組織ジャーナリズムは営利だけじゃないはずだと。もう一つ大事なものがある、それはやっぱジャーナリズムですよね。だから時には火中の栗拾わなければいけない、時には、コンプライアンス的に問題があってもそれやらなきゃいけない、ガバナンスが乱れるかもしれないけどこれは人々に伝えなければいけない。僕はそれはメディアだと思うんだけれど、最近本当に普通の企業にどんどんなってしまっているってことは、もう数字さえ良ければいいってことになればみんなが喜ぶものしか提供しないってことは、やっぱりみんな負の歴史なんて知りたくないでしょうから、どんどんそれが消えていってしまう。で、まあ、特にやっぱり SNS 含めて今それ、まあ、メディア環境劇的に変わってますからね。ってことはもう当時は福田村事件の頃はね、100年前は、まあ、99年前は新聞だけでしたけど、今やもうラジオテレビ、まあ、ラジオテレビでやっぱりネットというね、とてつもないメディア空間が出現してるわけで、
規模が全然違うことが起きるかもしれないし、現実に今ロシアとウクライナだって情報戦やってるわけですから、第7の戦場ですからね、感覚に訴えかける。それは決してね、日本だって全然蚊帳の外じゃないはずですよ。そこに無自覚なのが怖いなと思うんですよね、それはもう映画で三四郎さんが配給される作品のラインナップの中には、やっぱりそういう、こう大衆社会の無自覚性の怖さというか、まあ、そういうものも含めた作品多いなという印象があって、僕も自分で映画発信したいなといった時には、そういうものをまあメッセージに盛り込みたいと思ったんですよね、なんかまあうちがやる映画というのはどっちかというと傾いてるっていうか、真ん中走ってる映画ではないと思うんですけども、やっぱりその世の中の周辺にいろいろな矛盾がこう付きまとうじゃないですか。その矛盾に向き合った作品ってやっぱり僕は面白いんですよね。だそれをあの日本じゃだけじゃなく、各地の各国の映画をこうピックアップして、やるんですね。で海外の映画ってはっきり言って買うわけじゃないですか、権利を。なぜかね、うちの会社競合相手が一人もいないんですよ。日本から手を挙げるのはなんかいないいないそれは誇っていいことなのか、いや誇っていいことですよね、わからないですけど、でもそのただ映画のいいところは、僕がこれやりたいって言ったら僕一人の力で呼ぶことは可能なんです、そこからこう総合的にこう宣伝していって、多くの人に見てもらう。だから僕は数が少ないっていうのはそんなに卑下することもないかなとは思うんですけども、これが誰もいなくなったら怖いなというふうに思いますね。さっき のテレビ、その前に皆さん YouTube ライブでもう早速たくさんコメントをいただいていまして、ありがとうございます。今日生放送、生配信でやっているので、質問やご感想があればぜひすぐお寄せください。そしてちょっと僕は三四郎さんを捉えているカメラのバッテリーが落ちたのでバッテリーをちょっと入れ替えていいですか？ライブでやってます。アングルもちょっと三四郎さんのアングルだけがね、横になっててね、僕も気になってたいやもう今日はね緊張してるんですよ。いや僕テレビマンたちが映画人がいるから。いや僕らも緊張してますよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっととりあえずこれでいきましょうか。はい、まあ三四郎さん基本的に揉め事好きな人ですからそんなことはないです。本当もう求めてるよね。いや揉めることをね。いやそれはよく飽きましたとか言うと、はい、もう嬉しそうな顔してね劇場に走ってきましたそれ体験しました。で来た方々が、割とどちらかというか、良心的というか小規模な運動をして帰られたので、あの時にはいや でもなんかこう見えないものに対する恐怖感はすごくありますよ。やっぱりどこ行ってもね、なんかそれを過大に怖がってもいけないだろうし、今回のプロデューサーに入っている井上純一さんはその脳内リスクっていう言葉をつくんですけども、そのリスクをね自分の中だけでこう生んでいくっていうの、それはでも実際に検証した方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。さっきYouTube ライブのですね、コメントを見ておりましたら、皆さん本当にたくさんありがとうございます。リアルタイムで今同時接続で200人以上の方がご覧になってくださっていますが、森の顔が不愉快だとかそういうこと言ってくる人いる？全くないですそれどころかですよ。はい、うずまさの小林さん、お久しぶりにお顔拝見といううずまさ作品をいつも見てくださってる方ですね。そして直樹さん、クラファンさせてもらいました。ありがとうございます。ストーンさんから、福田村事件祖母から聞いたことがありました。今日は勉強させていただきます。祖母が千葉県出身だったので、幼い時福田事件のことはうっすら聞いた記憶がありますと、今は亡き祖母なので詳しいことは分かりませんがということで、当時の地元ではこの事件はどのように受け止められていたのかなというのが余計今さらに気になりましたね。そりゃ
気色満面で話す人なんてもちろんいないでしょうけどね、うん、でもやっぱりこれはやっぱり隠しちゃいけないと思う人ももちろんいたでしょうし、それは現在もいらっしゃるし、その方はね、でも現在もやっぱりあまりこうこんな公にしたくないって方も当然いるでしょうし、それは温度差は随分あると思うけど、でもやっぱり、うん、そのストーンさんだっけの おばあ様みたいにね、はい、やっぱりそれはちゃんとこう語り継がなきゃいけないっていう意識を持った方も当然いらっしゃったんでしょうね。一方横山ワイワイ太郎さんは香川県民ですがこの事件のことを知りませんでした、うん、香川県内では、うん、この事件の、まあ、受け止めというのは、うんうん、森さんが取材されている中では、はいはい、どのような感度ですか。やっぱりマスメディアは取り扱いづらいでしょうし、で当然被差別部落に住んでいる方々はやっぱそれをこうアナウンスしてほしくないって気持ちもあるでしょうし、でも地元の劇団が数年前だけどこれでこう芝居を舞台をね、自分たちであの脚本を書いて上演したりもしてるんですよ。だから、そういう意識を持つ人も何人か僕は会ってますけど、やっぱりこれも同じですよね。温度差はありますよね、一人一人。一方で先ほどの加害に対して、まあ、目を向けない理由に対して直樹さんがこんなコメントをくれました。加害性を突き詰めていくと天皇制に行き着くからかなと。ちょっと違うと思う。いわゆる戦争の加害の主体が誰なのか、まあ、というのが問われた。だからまあ昭和天皇の戦争責任と、うん、まあ、それはちょっとまた別の、ね、レトリックで考えなきゃいけないけど、この場合は、まあ、日本人全般が加害性から目を背ける傾向が強いのはそっちじゃないと思いますけどね、うん、皆さん引き続きぜひあのこのようにですねコメントを寄せていただきましたら、ライブで森さんや三四郎さんが答えてくれますので、こんな機会なかなかないと思うのでぜひお寄せください。さて先ほどその加害者の視点というのは森さん描くんだと、うん、実は言うと森さんがこれまで描いてこられた、うん、まあ、僕が一番影響を受けた A2 はもちろんオウムの信者の皆さんだったし、でそして、まあ、まあ最近で言うと、まあ、劇場公開されて非常に話題も呼んだサムラゴーチさんに関しても、うん、メディアで叩かれた側の方からの視点だったし、これは森さんはどうしてその加害者側もしくはまあそうした一般メディアが取り上げない視点を必ず伝えようと、なぜですか。だって視点の転換が一番大事だと思ってるんで、だってお見せするんであればみんながいつも見てる視点から見せたって面白くないですよね。だからこっちから見たらこう見えますよってことを言いたいなって気持ちはまずありますし、あとやっぱりまあ一番最初の映画 A を撮った時に、うん、まあ、オウムの施設に初めて入って、で僕も身構えながら入りました、うん、だって当時やっぱりものすごい報道で、とにかくもう何考えてるかわからないし、もう非常に残忍で凶悪でマインドコントロールされてる、狂乱的な、まあ、信仰集団であるっていう、それは僕もそういう意識持ってましたから、で中に入ってみたら全然もう善良で普通以上に優しくて穏やかな人たちばっかりで、でも同時に彼らはたくさんの人を殺害しようとしたし、実際に犠牲になった方もたくさんいるし、それも事実なんですよ。だから多分一時少し混乱したんじゃないかな、でもこういうもんなんだろうなと思ったし、まあ、やっぱりテレビの現場にいましたから、いろんなそういう場に身を置くと、そういえば香港マフィアに会った時も全然みんな普通だったし、いろんなことがこう自分の中ではこうなんかつながってきて、まあ、だからさっきも言ったようなその加害側だから残忍で凶暴っていうのは全然違うと。でも世間はそう思いたい、まあ、メディアもそう報道しますしね、その方がやっぱりまあ楽ですし、見る側も感情移入しやすいし、まあ、やっぱり逆の視点でもし報道したら抗議も来るでしょうね。あの要するに一般の人たちは被害側に身を置いて、要するにあの
加害側と自分たちを切り離したいんですよ。なるほど、うん、自分の中にある加害性には目を向けたくない。そうそうそう、うん、だから一緒に一緒じゃないと、俺はあんな奴らとは違うんだと思いたいわけでね、はい、でやっぱりメディアもそこに乗っかります。それはもう企業だからある意味で仕方がないけれど、でも結果的にはそうした報道をずっと見聞きするうちに、いわゆるモンスターですよ、邪悪で凶暴で冷酷な加害者像が造形されてしまってね。だったら事件とかは分からなくなります。もっともっと穏やかで善良で優しい彼らがなぜこんなことをしたのか。だからオウム真理教の事件の時には、なんでこんなに優しい人たちがこんな凶悪な事件を起こしたんだってことを考えることが大事だったんだけど、結果的にはあの凄まじい報道、まあ、あの時代の日本、95年96年の日本は日本社会もそれを拒否しましたよね。でマインドコントロールされてるから凶暴だから冷酷だからっていうね、まあ、とても単純な図式にしてしまった。でそれっていうのは今も日々起きてる事件の中でもずっと通底してるし、やっぱりその見方っていうのは僕は違うとずっと思ってるんで、だからそれに対しては抗いたいし、 こっちから見たらこう見えますよっていうのは、これリテラシーの大事な基本ですから、その2つの意味でまあ自然にやっぱりなんだろうな、なんか取ろうと思う時はそういう人になっちゃうのかな。うん、確かに。でもなんでこれが起きたのか、どうすればじゃあこれが少しでも解決に向けた処方箋が出せるのかっていうことを考える上では、森さんが提示された視点がないと解明できないことじゃないですか、うん、だからまあ本来であれば誠実な取材のあり方そのものにもなるのに、なぜやはりこう社会は拒絶してしまうのか。つい最近もというか、もうつい最近もと言いつつも時間が経ってしまいましたが、まあ、麻原当時死刑囚に対しても事件解明のためには、まあ、その麻原彰晃氏に対して、松本智津夫氏に対してしっかりとした治療などを行って、断片的でも少しでも語るっていう状況を作るとか、そういうこと必要じゃないかという話を、まあ、一つのまあ運動としても発信しましたが、まあ、随分まあ取り上げた中でも、まあ、バッシングもあったし、いやというかほとんど叩かれたね。だからあの時はあの巻き込んじゃった堀さんにごめん、申し訳ないと。全然です。もう一緒になって発信して、まあ叩かれましたね、あの時はね。はい、うん、なんかもう僕もになんか人物相関図みたいなのが書かれて、うん、あのテロ行為に加担した人みたいな形で、うん、言われましたけど、それは違うんですよ。その知りたいし、うん、それは何があったのかっていうのはやはり解明する責任がその時代にはやはりあると思うんですよね。はいはいはい、もう多くの人は忘れてると思うけどね、あのオウムの事件、まあ多分昭和戦後最大の事件って言われてますけれど、その一番主犯キーパーソンの麻原彰晃の裁判って一審だけで終わってるわけです。ありえないですよね。でしかも彼はもうほぼ、当事者能力をもう欠損させてました。つまりほぼ、意識がない状態で裁判が進んでいたと僕はそう思います。まあ、だからこそね、治療してちゃんと語らせなきゃいけないと思ったんだけど、もう早く吊るせですよね。結局はその声に、まあ、司法もメディアも屈したのか、むしろ自ら迎え入れたのか分からないけどね、結果としてまあほとんど彼は何も語らないままで処刑されてしまって、だからまああの事件全体がブラックボックスになっちゃってしまっ、なってしまったというね。僕はやっぱり未だにこれは本当にもう大きな失敗をしたと思ってますけど、そういうことを考えるとターニングポイントで歴史に残る一大事件に対しての構造がよく似てるというか、社会の空気が出来上がってしまって、特にこう根本的な問題解決に至るような全容解明がなされないまま、次の事件ごと次のまあ社会が登場してまた同じことを繰り返してとなってきた時に、やっぱりこの約100年前に起きた出来事を、もう一度見つめ直すということは、まあ、今の私たちに突きつけられる課題を、まあ、描かれるのかなという思いはある。ああ、もちろんあの100年前こんなことがありましたで終わらせる気はさらさらないですから、これは今生きている僕たちにとって切実な問題でもあるという、やっぱりそういう問題提起はしたいと思ってますけど。三四郎さん、はい、歴史をね考えない、忘れるっていうことはまあまああったとして、でも歴史って繰り返すんですよ。そのちょうど100年前、今コロナで大混乱だったじゃないですか、はい、あの時スペイン風邪です、うん、それもすごかった、うん、そして米騒動があり 3.1 暴動があり、そしてあの時のメディアも
韓国朝鮮人は怖い人たちだ、危ないんだ、凶暴だっていうような報道がいっぱいされたらしいんです。今例えば大きな本屋さんに行くと県中県刊本がいっぱいあるわけじゃないですか。すごくこう似ているなっていうふうには思いますし、やっぱり僕らはやっぱり千田コレアって名前、千田コレアさんっていう有名な演出家ね、俳優座の千田ヶ谷のコレア、要するに彼も要するに千田ヶ谷という場所で自警団に韓国人と間違われて襲われた、そうになった、それでそれの戒めとして千田コレアっていうふうにしたっていうのを読んで、ああそういうことなのかと。やっぱりそこは普通の町内会の人たちが、あそういうようなことを、人間狩りみたいなことを多分やったんでしょうと。でそこはちゃんと調べてみる必要があり、やっぱり知ったら記憶してそして伝えましょうよというようなことを繰り返してやるしかないんじゃないかなというふうに思います。今回クラウドファンディングでたくさんの方がね協力していただいて、で、振り込む時に皆さんこうコメントを寄せてくれる方も多くて、で僕もちょっと読んでびっくりしたんだけど、かなりの方が実は祖父から聞いたけど、あの時に祖父も朝鮮人狩りに強要されそうになって、仮病を使ってそれは免れたと聞きました。祖父なのかさらに非祖父かちょっと忘れちゃったけどという話をね結構書いてくる人たくさんいて、ああじゃあ全然やっぱり今きちんとやっぱり掘り起こせばどんどん出てくるんじゃないかなって気はしますね。そうか。ただね堀さんね僕映画は基本的にエンタメだと思ってるんで、ドキュメンタリーの時もそうなんですけどね、エンタメ作ってるつもりなんですけど、今回もそうです。そんな教場とか啓蒙を目的にするつもりさらさらないです。お金もらって見てもらうわけですから、楽しめるっていう言い方は違いますけどね。でも楽しみ方っていろいろあって、知らないことを知ることであったりとかね思わず共感したり感情を揺さぶられたり怒りを感じたり、それもやっぱり広く言えばエンタメというかね、自分の気持ちが動くことですから、そういう映画にします。今回はドキュメンタリーでは、ないです。ないですよね、はいはい、森さんは今までのドキュメンタリーのアプローチと今回のこの福田村事件のドキュメンタリーではないアプローチというのは、どういう仕上がりになっていくのかなと。ドキュメンタリーとフィクション、ドラマは似て非なる部分もあるけれど、はい、そう重なるところもあるじゃないですか。特にポスポロなんてそんなに違わないし、ドキュメンタリーの場合は実際に起きたことをね、撮るわけですけど、ドラマの場合は一応プランがあってそれに即して撮って、それをでも後からどうやって編集しようかっていうのはね、モンタージュ理論とそれはほぼ一緒で、僕はそんなに違いはないと思ってるんです。ただそうですね、使う筋肉ちょっと違いますしね、あと何といってもこれまではほぼ単独、もちろん森さんがいつもカメラを、はい、小さなビデオカメラ持って、そう森さんが立ってるっていう、いつも時には例えば安岡高春とか、そういう大事なカメラマンはいましたけど、ただ森さんも基本は単独作業なんで、今回本当チームですからね、これはだから僕ねもうこのねビジュアルもねもう大反対したんですよ。もっとみんなのね写真をこうやって全部載っけてくれと、と言ってたんだけど、いやこれでいいっていうもう押し切られて、三四郎さん、三四郎さん、いやこれはやっぱり森さんの発信力というか、森さんの映画を作り、森さんの映画を見たいっていうことが一番シンプルで伝わるんじゃないかと。いや、僕自身がそうだったからね。過大評価してるよ。いや後悔するよ。今日でもそのこれまで ここまで その取材などの中で一部ですけどちょっと資料も見せていただけるのかなということで、事前には写真を送っていただいたものがありますよね。先ほど送ったやつかな、はい、ちょっと見てみてもいいですか、今準備してます、ありがとうございます、コメントも、
1時間って短いですね。いやもう間もなくなんですけども、うん、なるほど、うんうんうん、ぜひあの森さん三四郎さんこのたくさん来てるので、はい、またあのアーカイブされてこれチャットコメント欄も全部残りますのでご覧いただければと思います、うん、今ちょっと写真出ましたね。これ打ち返ってから見れるんですか。見れます。はい、全部残ってます。これ写真事前に送っていただいたんですが、これはこれ慰霊碑ですね、うん、そのまあだから当時の福田村、今千葉の野田市ですけど、はい、そこのお寺にある慰霊碑です。花が手向けられていますけれども、ここを管理されている方はお寺さんが管理されているんですか。です、うん、森さんが現場にいらっしゃるときは訪ねてこられる方とか、うん、ほぼいないんですね。あの、うん、お寺じゃなくてそのやっぱりこの地域でもやっぱこの事実を記憶しなきゃいけないと思う人何人かいらっしゃって、その方たちがまあ呼びかけて作った慰霊碑と聞いてますけど、あのこの、まあ、石碑というか墓標というかその裏側には何か書かれてる、名前が刻まれてます。あ、お一人お一人ですか、うん、犠牲になった方々の、うん、ああそうですか。これはでも実際にやっぱり訪ねてみたくなりますね、うん、寂しい。あの利根川沿い の、うん、あの風景のところに、あのお寺立派ですけどね、うん、ここには何度も通われ、何度か通われ、僕は 2,3 回ですね、まあ、やっぱりここでロケするわけじゃないので、はい、うん、まあ、手を合わせるぐらいでしたけど、その加害側の視点を描くときにやっぱりこうさまざまな、まあ、取材が必要になってくるかと思いますけども、困難な取材なんじゃないかなっていうのは想像に、うん、まあ、安いというか、うん、なかなか語りづらいですし、語ってはいけないのではという、うん、まあ、その後のご家族などもいらっしゃると思いますし、多少あるみたいだけど、まあ、多分スタッフたち、まあ、特に三四郎さんは僕にはあんまり耳入れないようにしてくれてる。いやいやいや、いやそんなことはないですけど、まあ、いろいろなそのハレーションっていうんですかね、うん、そういうのは当然これからもいっぱい起きてくるだろうと思いますけども、そのやっぱりこう被害者のポジションっていうのかな、うん、そこで、語られるとなかなか動きづらくなるっていうところが僕らにはあるんですね。でもまあやっぱりそのあったことはあったこととしてちゃんと提示していくっていうことを肝に銘じて、まあ映画はフィクションですけども、あの時本当に善良な人たちが何かのトリガーで表現してしまう、そのメカニズムっていうのは、うん、僕にもあなたにもあるもんだと、僕ら自身にあるもんだと、やっぱそれをですねやっぱりこの映画の中で、見せていきたいというか、僕たちもそれを知りたいんですよね。それは我々の問題でもあるので、でも実際にだからそれは起きたっていうことなんで、これだけは受け止めなきゃいけないっていうふうには思ってます。リオンさん、これは映画化ですか、絶対見るとか、インパクトのあるフライヤーですねっていう先ほど の、 それは僕の顔がインパクトだなすいません。いや、まあ、これはまあ間違いないですよね森さんだって、円福寺というお寺ですか、円福寺ですよね、はい、このチャット欄の冒頭には森さん堀さんトーク楽しみですという上杉恵理子さんから、千代田区1番1号のラビリンス、とても面白くてハマりながら読んでいます、うん、でその他も、今読んでいますとドキドキしながら、1ページずつめくっていますというコメントなどもいただいていますが、まあ、先ほど、まあ、少し違う文脈で天皇制の話がありましたが、この千代田区1番1号というのは誰のどこの住所かというところですよね、うん、まあ、ネットでググってくれればすぐ出てくるし、まさに、天皇の天皇皇后、まあ、ご夫妻が、はい、主人公でもあり、森さんがこれまで活動されてこられた、森さんがご覧になってきた社会であり、森さんご自身の活動もこの、うん、小説の中に盛り込まれていて、
つい最近も、まあ、その天皇陛下が、まあ平成から令和に、うん、まあ、その譲っていく過程においていろんな出来事があったかと思いますが、おそらく天皇皇后はこんなことを話してたのかなって我々は想像することしかないですけど、小説にされました。いや、僕も想像ですけどね。でも相当リアルな描写が続いていて、あながち嘘ではないのかなとか思ってしまうような。全然そんな裏取りなんかできないし、もう本当に、まあ想像というか妄想ですよ。これはどうしてこの作品を上司されようと思ったんですか？これも話せば長くなるけど、まあ、小説の中に織り込んでるエピソードですけれど、2004年かな、はい、フジテレビで、ちょっとまあドキュメンタリー企画したんですけど、まあ、結果的にはそれが、頓挫したわけですね。だからその時に、まあ、その企画はやっぱりこう当時の天皇皇后を撮ると、ドキュメンタリーで撮るっていうそういう企画だったので、非常に悔しかったことと合わせて、その頃からやっぱり、まあ、そういう意識を持ってたんで、あの天皇ご夫妻のニュースなんか見てると、うんうんうん、なんかね2人がサインを送ってるような気がどんどんしてきて、まあ、一番端的な例で言えば、あれはワールドカップ、サッカーのワールドカップ日韓共同開催の時の、まあ、記者会見自体は、あれは、日韓ワールドカップがメインじゃなかったんです。その時に、まあ、当時の天皇明仁さんが、桓武天皇の母親が百済からっていう発言をされてびっくりしたんですよ。でそれはでも日本のメディアではまともからどこも扱わない、韓国の東亜日報とか一面にしてましたけどね。朝鮮半島と深い関わり、そしてルーツである、そうそう、深い、あの朝鮮半島と深い関わりがあるみたいなことを、はい、まあそういったことを彼はおっしゃって、あれ2回言ってるんですよ、うんうん、だからまあ間違って口が滑ってっていうレベルじゃ絶対ありえないわけで、まあ、他にも例えば山本太郎さんが園遊会の時に手紙を渡してもう大騒ぎになりましたね、あの時はね。その翌年バッシングしかなかった、バッシングしかなかった、はい、でその翌年にお二人は田中正造記念館に行って田中正造の直筆のあれを見てるんですよ。かつて天皇に直訴したという歴史の資料、そうです、田中正造は、まあ、だから、まあ彼はだから明治天皇に直訴しようとして失敗した人ですけれど、これは何か単なる、でもやっぱり新聞なんか、まあ、テレビも含めてたまたまその地に2人がプライベートで行ってたまたまそこに足を向けられましたみたいな、そういう書き方になってて、そうじゃないだろう、2人は何かのこう意思を示そうとしてるんじゃないかなって気になってくると、どんどんそういうふうにこう符合してきて、あだったらもうその時の2人の会話だって多分こうだろうみたいなことを考えてね。これもでもなかなかですよ、天皇皇后、まあ、まさに今上皇后としていらっしゃるので、まさかその2人の会話を小説にして出す、まあその三四郎さんおっしゃるように別にやったっていいじゃないって話なんですよ、うん、これまで、うん、でもやってきた人はあんまり見たことがないっていう、いやー、家庭の中に入ったのは初めてじゃないですか。いや、僕はそれ本当に驚きました。僕は本当にこうミスの向こうを見ましたよ、この作品 で、うん、で妄想ですからいやでもまあそうだろうな、スマホも使うだろうな、そうだろうなとかいろいろ、うん、まあ、断片的にですけど、いや僕はその天皇皇后両陛下に直接お会いしたことはありませんが、うちの NPO にインターンで入った当時の学生が上智大学の学生で、ああ過去ですか、友達ですって言ってて、あそのいわゆる過去様ですよね、うん、はいはい、の、日常がどんな様子なのかっていうのをちょっとずつこう聞いていたりとか、うん、そうして考えると先ほどのやっぱそこには人がいるっていうことがなんとなく伝わってくるんですけど、うん、我々もやはりこう勝手な天皇像の中に生きているだけであって、そういう中にあってで私たちがこの一つの思考を変えていく起点をこの作品が作ってくれたんだなと思うと、うん、いろんな反応あったんじゃないですか。でも反応ありました、逆にないですよね。そこですよね、うん、ちょっとフェイスブックに書かれていらっしゃいましたから、はいはい、著者インタビューはね、うん、結構いくつか新聞社と出版社も含めていくつかあったんですけど、はい、うん、まあ、著者インタビューっていうのはその著者ですから、はい、
まあ言ってみればその赤料はこっちにあるわけで、うん、書評が全然出なかった、うん、でもちょっと今出始めてるかな。そうですか、うん、まあ僕ね本来はねあんまり出たくないんですよ。特に、まあ、実は映画の時も本の時もそうですけど、あんまりこう自分がだって作品についてベラベラ喋るっていうのがね とてもなんか嫌な感じがしてて、でもだからこの本の時は、版元の現代書館の担当の菊池さん社長ですけど、彼にあの著者インタビュー一切受けないよって言ってたんだけど、これ書評が全然出なくて、これままだったらこれ本当にこれ消えるなと思ったので、うん、仕方なく受け始めたっていう経緯があって、だからそろそろもう出なくていいかなっていう気はしてますけどね。僕が何年か前にあの森さんとあのお会いした時にも、いや天皇を取りたいんだよねっていうお話をされていて、その時は取りたいって言ってたんですね、はい、うん、なぜそこまで取りたいと思われた、ね、描きたいと思われたのか。でもその時多分取りたい人天皇かあと中森明菜さんかとか言ってたから、うん、まあそのレベルで、だから分かんない、自分がな、まあ、気になる人なんでしょうけど、まあでもやっぱり天皇制ってこの国のある意味で根幹ですよ、うん、でもその根幹について彼らは口を封じられている、うん、で僕らも、うん、聞くのタブーで語らない、ね、うん、なんか変じゃないのってのはずっとあったし、人間宣言をしたはずの戦後の天皇家にもかかわらず、うん、依然としてその象徴としてのあり方の距離感は戦前と果たして本当に変わりましたか、うん、と問われると、なんか昭和が遠のくにつれてまた逆戻りしているような印象を持ちます、うん、そうですね、僕が子供の頃はミッチーとかね、ミッチブームなんて言葉もあったし、テンちゃんなんて言ってる人もいましたよ。だから割とそれが自由に、だって普通にメディアでもミッチー、まあミッチーは言わないで、ミチコさんは普通でしたよね。でも今もミチコさんなんて言っちゃダメでしょ、マサコさんなんて言ったらもう大変なことになりますよね。もう始末書どころじゃなくてもう全部様付けになってる。だからどんどんねタブーが妙にきつくなってる。だから自動率みたいに自分たちで勝手に忖度して強めてるわけで、であればやっぱり一番やっぱりこの国の近現代考えるでやっぱ天皇制ってのはね、不可欠な要素ですから、それがこういう形でこう沈黙しちゃうっていうのはどう考えても健全じゃないし、そうですね、もしかしたらあの戦争のメカニズムを考えるとき、うん、もしくは、まあ、先ほどもそういうねあのコメントしてくれた方もいたけれど、いろんなことをやっぱり考える近現代考えるときに一番こう要素として議論しなければいけない天皇制についてみんなが沈黙して、党の当事者も彼らも何も言えないっていう状況は絶対おかしいと思ったので、まあ、そのあたりもまあそうですね。だからこういうことベラベラ喋っちゃうからダメなんですよね。ね、だから本当は言わない方がいいんです、こういうことは。でもひょっとしたらこの配信も見てくださっているかもしれないですね。あ、かもしれないですよ。一応本は5本はお送りしたんですけど。あ、そうなんですか。うん、でもね基本的にね、まあ、こういう本、皇室関連の本ってたくさんあるじゃないですか、はい、だからまあ一応送るんだけど割と宮内庁からは返されるんですって。はい、ご好意ありがとうございますみたいな感じで、ところが今回帰ってこないらしいんで、え、じゃあひょっとして読んでんのっていうね、ちょっとまあでもね、まあこれも妄想です。いやでも気持ちわかりますよ。僕もあの前 SMX で番組やってるじゃないですか、すぐ近くに皇居があるんで、うん、時々なんか呼びかけるようにはしてるんです。なんていや、なんかその天皇家の問題とかがあった時に、うん、どう思われてるんですかねって、うん、もしご覧になっていたらなんていうこともあるかもしれませんね、うん、とか言いながら今コメントしてくれるかもしれない。お待ちしています。現代書館から出ています、千代田区1番1号のラビリンス。先ほどあの森さんがググってみたらすぐ分かりますと言って、あの視聴者の皆さんが早速すぐググっていらっしゃいました。ググった後にはぜひ購入してください。お待ちしています。そして渦政では大きな非常に重要な作品の公開が迫っていますね。そうですね、香港をテーマにした、うん、映画です。僕もクラウドファンディングも参加しましたし、ありがとうございます。監督が間もなく来日されます。そうですね。どういう映画ですか。えーとですね、
ブルーアイランド憂鬱の島っていうのはやっぱり香港の歴史の中の 三大って言っちゃあれですけども大きなモニュメントがあるんですけども、その中ではやっぱり移民の国なんですね。文化大革命で中国から逃れてきた人で、まあ日本で言えば70年安保に相当する67暴動というのがあって、それで皆さんも知っている天安門、その時代に生きた人たちの3世代の人たちの、まあ生き様を見つめながら自分たちのアイデンティティ、香港って国ではなく、まあある種こう都市みたいなイメージでアイデンティティっていうことに関してあんまり通ってこなかったですよ。自分たちで僕たちは流れていく、そういうような意識が強かったんじゃないかなと思う。君たちは何人って言った時に何人だろうみたいな、今香港人っていう言い方を強く言う人が出てきて、これすごく僕は感動しているのと、さっき天皇制の問題があったんですけども、国家安全維持法って100年前に日本にもあった不敬罪に告知してるんですよ、習近平に何がし言ったらけしからんと、だから天皇に何がし言ったら不敬に当たると、これねいろんな意味で未曽有の後退が起きているんだなと思ってたんですよね、あれほど自由だった香港がですよ。そうですよね。で、まあ、僕らは香港は何だろう、男たちのバンカーからこう始まって、もう本当に香港映画ってこの野放図なぐらい自由さにね、ジャッキーチェーンジャッキーチェーンってもう香港でポリスストーリーなんていう映画は永久に作られないんじゃないかなと、そんな風に思って、2018年ってたかが人口700万ちょっとの人口のところから200万人来てるわけですよ、これだけこう親和性の高いものがの場所だったのに、なんでこういうことになって、そんなものを忘れるわけにはいかないなっていうのが、まあそれがこう一緒にこう彼らがお金集められないので今度は日本で集めて彼らに送ったっていうことですね。まあ、香港のこの、民主運動、この数年の間の動きももちろん関わってくるんですが、それ以上にこう時代も遡って香港人のアイデンティティが構築されるまでのさまざまな時代性というのを1960年代から描いていることになりますよね。でも監督たちはなかなかこうした中で香港人として香港からの映画発信というのは現状だと厳しかったようですね。いやもうだからほとんど困難、うん、厳しいというよりは国内ではもう公開できないし配信もできないと、そんな時に日本ってハムになれるんですよ。いやそうなんですよね、だからそれはまあ我々頑張ろうというふうには思ってますね。これ三四郎さんがこの間、去年の夏ですか、東京裁判秋でしたっけ、はいはい、公開された時にもお話されてましたけど、アジアの中のこうした民主国家かつミニシアターの文化がある地域って本当に限られていて、日本がそうした弾圧、言論弾圧にあった方々の発信の拠点としてなりうる場所なんだということを強調されてましたよね。それはずっと堅持したいなっていうふうには思っているわけですよ。そしてもう一つこちらは時代革命、これは去年のカンヌでサプライズ上映された作品で、これはもう2019年のある8ヶ月ぐらいかな、一番運動の激しかった時のものを克明に追いかけていった、はい、やっぱりですね、自分たちの問題としてね路上に出て、抗っていくっていうのはとてもやっぱりその大事なことだろうなと、まあ声を上げるということですよ。監督の木井長さんはどういうことですか。ですね、日本では10年という作品があってオムニバスだったんですけども、その中の監督で、その中の何人かはもう香港から出ているらしいですね。ぜひ皆さん、うずまさんの SNS などにアクセスしていただくと、また詳細もありますし、もちろんホームページ、さっきYouTube ライブのコメントを見ていたら、うずまさんのホームページを見たら
見たい作品ばかりだっていうのがありましたけども、うん、ぜひよろしくお願いします。監督も来日されるということですので、またこの8ビットニュースでも皆さんにお伝えできてたらなと思っています。さあ、あっという間に1時間経ちました。森さん、ぜひメッセージをください。今回の福田村事件映画完成に向けて、うん、私たちはどのような思いで待っておけばいいですか？いや、もうだからたかが映画ですからね。たかが映画ですけど、映画にしかできないことはあるし、とにかくもし見に来てくれるなら、入場料金に見合うじゃなくてそれ以上のものは絶対に見ていただきたいと思ってますので、そのためにも本当にクラウドも含めてね、恥ずかしいです。本当に自己資金だけで作れるんだったらね、もう胸張って作るんですけど、やっぱりなかなか今現状そうはいかない状況なので、少しでも皆さんの好意にすがりながらも制作続けますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ皆さんの、今ホームページ出てますね、A ポートですよね、これは。そうです。クラウドファンディングサイトの A ポートです。すでに1333人の方が、支援をしてくださっていますが、残り66日で、まあ、現在2000万円に届くかというところですが、まあ、あればあるほど越したことはありませんので、ていうか僕はでも今日お話を聞いていて、それは当時差別をした、虐殺をした人とされた人の話ではなくて、今の私たちが解決せずにそのまま内在的に背負っている、問題だと思っていますので、これに、まあ、今日知ってしまった皆さんはですね、私の話なんだと思って一緒に考えないかという呼びかけを次々としていただけたら嬉しいなと個人的には思っています。はい、私の問題なんだなっていうことを感じながら、発信をすることで少し歴史の未来を、歴史と未来を、まあ、未来をですね、変えられるのかなとは思っています。キャスト決まってるのかなっていう、リオンさん、今制作段階的にはほぼほぼ固まりつつ、もう少しお待ちいただければと。ぜひホームページやクラファンのサイトにアクセスをしていただけると、今後の情報発信、情報更新もあります。三四郎さんからも最後呼びかけお願いします。はい、福田村事件に集ってくれる人たちはもう本当に本気度の高い人たちというふうに僕は思っていて、うんうん、そして僕自身はとにかく森さんの映画を作り、森さんの映画を見るというこのそこにかけてるっていう感じがあってそしてやっぱりなんかその近代とか最近の日本がしでかしたことに対する映画のピースが、そこのピースだけが埋められてこなかったんじゃないかなと思っていて、まずそこを埋めたいなと。その後なんだろう、みんなが作りやすくなるっていうのかな、そこを目指したいなと。今回プロデューサーで、まあ、今企画プロデューサーがたくさんいるんで、企画の肩書になった新井晴彦さんが前言ってましたけど、これもしアメリカで起きてたらハリウッドはもう5、6本映画作ってるんじゃないかって言ったけど、本当そう思いますね。黒人差別の歴史、あるいはネイティブアメリカンに対しての虐殺の歴史、ね、たくさん映画作ってますから、ね、だから自分たちの、まあ、アメリカって本当にどうしようもない国だけど、やっぱり表現とジャーナリズムは本当に、彼らは決して妥協しないし、しっかりと軸を持ってるなって気は常々してるんですけれど、日本だけがなんかそういう意味では取り残されてしまって、特に映画という産業においてね、もし仮にそうであるんであれば、まあ、僕も映画業界の片隅にいるわけですから、やっぱりこれは絶対成功させたいと思ってます。はい、ということで皆さん、よろしくお願いします。今夜は森達也さん、そして小林三四郎さんと共にお伝えいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしております。はい、ありがとうございました。これどこに向かってありがとうございます。いや、今一応こちらです、ね。ありがとうございました。では、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。